どうもはかちゃんでーすえー、数年前なんですけどもあのー、コンビニのバイトでレジをやってた時に、まあ、女性2人が、まあ、来てまあギャルとかではないんですけどもそういう大人な30代ぐらいだと思うんですけども。 接客僕がしててあの一、まあ、人が何かあの笑ってたんですよねすごいそれでもう一人もその友達二人であの友達のことを見ながらすごいあの笑っててそれで一人はあの僕と正面というか反対向いてずっと僕の顔見ないですごい あの笑ってるのちょっと気づいて、ちょっと僕もつられて笑っちゃったんですけども、あのまあ、顔見たら、知り合いとかではなかったんで、まあ、びっくりしたんですけど、まあ、知り合いに似てたのか、それかまあ、僕が変な顔だったのか、誰かに似てたのかわかんないですけども、まあ、ちょっとそういう、びっくりしましたよね、そういうなんか。 いきなり変な顔、まあ変な顔って言ったら変な顔なんですけども、うん、見られて、そういうことあんまなかったんで、ちょっとびっくりしたんで、あの、なんか、あ、誰かに似てますねとか、もし、あの、あれなんか、そういうことあったら言ってもらえれば、僕も納得いくんで、そういうなんも、 なく、まあ、去っていったんで、ちょっと僕も、ちょっとね、不快になる思いしかなかったんで、やめてください